おはようございます。ウリムの中田律子です。おはようございます。11月14日ですね。早いもので11月ももう半分が過ぎようとしてますが、どういう朝を迎えてるでしょうか。今日は私が、毎朝というとサボる日もあるので毎朝じゃないんですけど、だいたい毎朝やってるトレーニングを主にやっていこうと思います。でトレーニングっていうと、こう筋肉に負荷をかけて頑張る1、2みたいな、そういうイメージがあるんですけど、もう全然そういうものではなくて、どっちかっていうと身体操作みたいな風に思ってもらえるといいかなと思います。体へのアプローチとか、体だけでなくても何でもやり方っていろんな方向性があると思うんですね。料理とかも何かを作るのにいろんな方法がやり方があるじゃないですか。でそれぞれ自分に合ったやり方を選択するのが一番いいと思ってるんですけど、体のこともよく運動がいいって言いますけど、運動もそれぞれに合ったやり方があるとは思います。でその中にヨガだったり、例えばラン走ることだったり、マシンを使うトレーニングみたいなのも合う方もいらっしゃると思うんですけど、この今からやる、私が毎日やってるトレーニングは、その運動する前の前の段階の準備運動、準備運動というか、これから体を動かすために体本来の動き方を思い出させるように、体に思い出させるような動きのトレーニングになります。なのでヨガをやったことない方でもしやすいかなと思いますし、これから運動する前とか、ヨガをする前とか、それ以外の体を動かすっていう時はもちろん、今日一日体を動かして暮らすわけじゃないですか。その一日の動きの最初にやってもらえると、一日の動きがより効率がよく、無理のない、体に無理のない動きに導けるようなものなので、ぜひこれ単体でもやっていただけるといいかなという感じです。で私毎朝起きて瞑想をして、自分の今の体がどういう状態なのかっていうのをまず見ます。肩が凝ってるなとか、昨日ちょっと睡眠が浅かったかなとか、よく寝れたなとか、そういうふうに感覚、今の自分の体を観察して、でそこから、大体トレーニング、今日はじゃあこういうここを動かそうかなっていうふうにやっていくんですけど、そういうの抜きで大体毎日必ずやるようなものを今日やっていこうと思います。でオンラインコミュニティのに入っていただいている方は、この動きだっていうふうに思い出していただけると思うんですけど、ちょっと今日はその動きに対して深く説明はできないんですけど、動いてもらって何か自分の中で体の変化を感じていただけると嬉しいです。はい、ではでは早速やっていきましょうか。まずはお尻の骨、お尻、座骨って2つありますよね。床に座った時、椅子もそうなんですけど、ゴリゴリっとした骨が左右あると思います。でそのお尻の骨、座骨で座っていきます。足で支えようとせずに、足は座骨からブラーンとぶら下がってるだけのものっていうふうに考えて、座骨で座っていきます。座骨をしっかり床方向に重たく下ろしていきます。で座骨を下ろすと自然に背骨が一つ一つ積み上がると思います。でそこから少し上を向きます。横に向きますね、分かりやすく。少し上を向いて、次の吐く息でその上を向いた状態、少し斜め上を向いた状態で顎を引きます。そうすると首の後ろが長い状態、鼻から空気が吸う息で入って、
その広い空間を通って体に満たされていく、巡っていく感覚を味わえます。よくヨガでも顎を引いて頭頂で天井を押すってあるんですけど、こう斜め上を向いて顎を引くと首の後ろが伸びるというか広くなる感覚があると思います。そこで一旦目を閉じて、今のご自身の体の状態を味わっていきます。肩はどうでしょうか。奥歯の噛み締めないでしょうか。お腹の力どうでしょうか。座骨をもう一度床の方にどっしりと落ち着かせて、では胸の前で手を合わせて、今日のご自身の体にこう無理な抵抗をせずに心地よく動いていきます。よろしくお願いします。はい、では、壁に向かって座っていきます。こう壁をたくさん面積使うわけじゃないので、足で踏めるところがあればそれで十分です。まず、左足からやりましょう。左足を伸ばして、まあ、ちょっと膝が曲がってていいです。ちょっと膝が曲がっている状態でいいです。で右足は膝を立てて横にパターンと倒します。で足の親指の下、こう盛り上がっているところ、母子球をしっかり壁につけます。でその状態でお尻の座骨、先ほどの座骨をしっかり床に下ろした状態で、この母子球で押します。押しては緩めて、押しては緩めるを何度か繰り返します。これはねほぼ毎日最近はやってます。母子球で押す緩める、押す緩める。で足の付け根あたりにぐっと強くなる感覚、力が入る感覚があるかもしれないんですが、それで大丈夫です。母子球で押す押す押す、はい、では反対やっていきます。右足を前に、少し膝が曲がってていいです。左足は膝を曲げてパッタンと横に倒します。親指の付け根、下の盛り上がっているところ、母子球、この母子球を壁に当てて座骨を下ろして母子球で押す押す、押しては緩めるを繰り返します。あの速さはご自身の心地いい速さでいいので、とにかく足の親指の付け根、母子球で押す押すを繰り返します。で足の付け根をキュッと入る感覚があるところがあれば、そこに手を当ててもらってもいいので、あ、母子球で押すとここにキュッとなる感覚があるなと気づいてもらってもいいかなと思います。はい、では緩めます。もう一度左足前に、次は膝を伸ばして座骨で座って母子球で押しながら、膝を伸ばしたときに骨盤が後ろに倒れてしまうときは膝曲げてていいです。母子球で押しながらかかとでも押していきます。母子球で押しながらかかとも押していく。で次は足の付け根だけではなくて、ももの裏側もね、こうぎゅーっと膨らむ感覚があるかもしれません。親指の付け根、母子球プラスかかとで押していきます。足の裏でもちょっとした意識の、違いで使うところが変わってきます。母子球で押しながらかかとで押す、母子球で押しながらかかとで押すを押したり緩めたり、はい、では反対足やっていきましょう。右足を伸ばして
伸ばした時に骨盤後ろに垂れてしまう方は曲げてていいです。足の親指の付け根、母子球、母子球プラス母子球で押しながらかかとでもグッと押していきます。母子球で押す、かかとでも押す、緩める、母子球で押す、かかとも押す、を何度か続けていきます。母子球で押す、かかとも押す、足の付け根キューッと強くなる、ももの後ろ側も膨らむ感覚で、これはこう痛さを無理して頑張るものではないので、ただ母子球で押す、かかとで押す、そのことによってこう他に変化があるところをただ見ていくだけでいいです。無理に膝を伸ばそうとかしなくて大丈夫です。母子球で押す、かかとで押す、はい、ではあぐらで座っていきます。一度肩回ししていきます。座骨で座って次上半身もやっていきます。まず右手から、右手を前に、手のひら前に出していきます。今ので結構ポカポカしてきますね。手のひら前に出していきます。でさっき足の母子球やりましたが、手も親指の付け根っていうのはもうほとんど手首に近いこの辺りなんですけど、親指の付け根はここなんだなっていうのを確認して、反対の手を下から通して親指を持っていきます。で手もこの親指の付け根でギュッと前の見えない壁を押していきます。座骨でしっかり座ったまま親指の付け根で押す。そうするとどうでしょう、胸が膨らんだ感覚ないでしょうか。そのまま押しながら左に行けるところまで押しながらです。ただぺちゃんと潰すんではなくて、押してこの胸の筋肉を膨らませた状態でゆっくりゆっくり押しながら左に倒す。全然違いますよね。で呼吸します。で少しゆらゆら母子球、親指の付け根で押しながらゆらゆら、では戻ってきます。右と左の感覚の違い見つけていきます、はい、では、反対側もやっていきます。左手前に、手のひら前に、反対の手を下から入れて親指持っていきます。で親指の付け根も手首に近いところで前の見えない壁をグッと押していきます。こう力任せで手を伸ばすっていうのではなくて、母子球で押していく。こう手を伸ばそうとするといくらでもできますよね。ではなく、しっかり座骨で体を安定したまま母子球で押していきます。親指の付け根で押していきます。押して押して、そのまま右側に行けるところまで押したまま、でそこでゆらゆら、では戻していきます。両肩、胸あたりの感覚を味わっていきます。はい、では、もう一つぐらいやっていきましょうか。少しね、親指の付け根を使うことでしっかりこうコアから体を使えるスイッチを入れていきます。でそれが今の親指の付け根で押すっていう形になります。ではもう一つやっていきましょう。もう少しインナーから使っていきましょう。中腰で立って、まず右足から前に出します。でさっきの母子球、親指の付け根あたり意識向いてると思うので、その親指の母子球でしっかり大地を踏みます。ではそこから両手を前で合わせていきます。肘合わせて
手もこの手の側面を合わせていきます。でそこで手のひらを外に向けたり内側に向けたりを10回ずつやっていきます。内外で1回。内外内外っていう風に、で手首を動かした時にこの肩甲骨にもじわーっと動きが伝わっているのを見つけていきます。では右手は外側に向いたまま左手を長く上に伸ばしていきます。でその時に左の膝を重たく下ろします。左手を伸ばすことでこう一緒に上に行かないように左足はしっかり下ろします。ちょっと前向きますね。で右手で左の腕を持って右足母指球を押す、左の膝しっかり下ろす。そこからゆっくりゆっくり右の脇腹を縮めていきます。そうすると自然に右に倒れますよね。そこからさらに左の膝を重たく下ろします。そこで呼吸します。目線は正面、呼吸します。たくさん横に倒そうとペシャンと崩さずに、もう傾きはちょっとでいいので右の脇腹を縮める、左の膝を重たく下ろす、その意識だけで十分です。ではゆっくり正面に戻って両手を下ろして両膝立てた状態に戻ります。はあ、左と右の体の違い少し味わえます。反対側行きましょう。左足を前に親指の付け根母指球でしっかり大地踏みます。で右膝もしっかり安定したところに下ろします。ではまた肘と手の横側面小指側を合わせて、で、手のひらを外内外内を繰り返します。で外に向ける内側に向けるで1回として10回ほどやっていきます。その間もしっかり親指の付け根で踏む。はい、では手のひらが外に向いた状態で次は右手を伸ばしていきます。で、左手を右手に添えて右腕に添えて左の脇腹を縮めていきます。右の膝を重たく下ろして、そうすることで自然に体の右が気持ちよく伸びます。伸ばそう伸ばそう倒そう倒そうとせずに左の脇腹を縮める、右膝を下ろす。そこで正面を向いて呼吸します。呼吸します。では緩めて両膝立てた状態に戻って今の状態味わいます。では正座の状態になって、時間いけるかな。はい、では、太陽礼拝を1セットやっていきます。私あのヨガの前もね、これは他にもいろいろトレーニングやるんですけど、これは必ずやります。また小出しで他にもやっていきますが、太陽礼拝やっていきましょう。少しこの動きをして太陽礼拝をした時にどんな変化があるかをちょっとね味わいながら、足幅は今日は骨盤幅ぐらい、母指球で押します。少し上向いて顎を引いて吐く息胸の前で合掌、吸う息両手長く上、吐く息遠くを通って前屈、膝曲げて両手両足の横を、
次の吸い息、右足後ろ、膝ついて足の甲をつけます。吸い息、両手カップ、胸開いて親指の付け根でグッと踏んで、その反動で胸骨、胸の真ん中がスーッと前に広くなっていきます。では吐く息、左足後ろ、板のポーズ、親指の付け根でしっかり押します。手のひらも、もちろんなんですけど、特に親指の付け根でグッと押します。吐く息、膝、親指の付け根で押したまま肘曲げていきます。吸って斜め前に、恥骨をマットに重たく下ろして、足はリラックスで、胸骨、胸の真ん中を長く前に。では吐く息、お尻を天井方向、または子供のポーズでもいいです。この時も親指の付け根、両手の親指の付け根、両足の親指の付け根でグッと押していきます。で膝をね、少し曲げ伸ばししてあげて呼吸します。では次の吐く息が終わったら、吸う息、両手の間を見て右足を大きく一歩前に、親指の付け根で押して、そのまま胸を長く、吐く息、左足前に前屈、この時も親指の付け根で押しています。吸う息、両手遠くを通って上体を起こして、吐いて胸の前、両手を下ろします。反対側行きます。大きく吸って、吐いて胸の前、吸う息上に、吐く息、遠くを通って前屈、親指母指球で押して、吸って左足後ろ、胸を長く前に、吐く息、右足後ろ、両手の親指の付け根で押します。次の吐く息で押したまま、膝、胸、顎を下ろしていきます。吸って斜め前に、吐く息、子供のポーズ、または下向き犬のポーズで3呼吸します。膝曲げ伸ばししてもらってもいいですし、もちろんポーズをキープして、呼吸行ってもらっても OK です。次の吐く息が終わったら、吸う息、左足前に、右足下ろします。胸を長く前に、親指の付け根で押します。吐く息、右足前に、親指の付け根を押したまま上半身だらーんと前屈、吸う息、両手遠くを通って上体を起こして、吐いて胸の前、両手を下ろします。最初のタダーサナに戻って呼吸整えて、もう一度親指の付け根思い出して、ぐっと親指の付け根で踏んでいきます。では、少し仰向けになって体を休ませて、今の体の動いた感覚を全身に満たしていきます。ついついこうはしょりたくなるこのシャバーサナなんですが、意外とすごく大事で、動くとき、だからこそもうちょっとだけでも入れてあげたいです。はい、では、そのまま休んでいる方はそのまま休んでいてください。起き上がる方は膝を立てて、左右どちらかにゴローンと転がって、そこから腕の力を使って起き上がっていきます。あぐらで座っていきます。目を閉じて呼吸を整えます。では吐く息で胸の前に優しく両手を合わせていきます。大きく吸って、吐く息、頭を前に。では今週の1週間も皆さんにとって良い1週間となりますように、今日もありがとうございました。